まず小さな丸を描きましょう。これは深く考えずに丸っと描いてください。葉っぱは丸くて先の尖った形をしています。皆さんこんにちは、山田幸子です。今回はバラのシンプルイラストを描いていきたいと思います。バラといえば絵に描かれることも多いお花です。今回は誰でも簡単に描ける方法を3つレベル別に分けて紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それではまず1つ目の描き方、バラの花を描いてみます。まず小さな丸を描きましょう。これは深く考えずに丸っと描いてください。この丸が描けたら、その中に三角形を描きます。今描いたのちょっと逆三角形気味なんですが、こういう風な三角形でも OK です。この三角形が内側の花びらを表現しています。内側の花びらが描けたら、次は外側の花びらですね。丸い形で描いていますので、花びら丸くしていきましょう。この重なりを意識しながら、外側の花びらを描きます。しっかり閉じて描くというよりかは、間を空けて描いてみるといいでしょう。隙間を開けて描くとふんわりとした感じが出せます。ちょっとこの外側の花びら1回だけだと物足りないので、もう1回付け足してみましょう。この外側に付け足す時も重なりを意識するので、このちょうど花びらが描かれていない隙間の部分に新しく描き足すというような感じで花びらを足します。こうしたら完成です。おまけで葉っぱもつけてみましょう。葉っぱは丸くて先の尖った形をしています。はい、わかりやすいように色をつけてみました。この描き方が一番簡単なものになります。最初に丸い形を描きましたが、アレンジとして菱形から始めるバージョンもあります。最初に菱形を描きましたら、あとは描き方似ています。三角形を描きます。で、内側に三角形が描けたら、外側に花びらをつけます。この時の花びらの形が変わります。こちらでは丸い花びらの形ですが、アレンジしたバージョンでは菱形と尖っている形をしていますので、花びらの形も先端を尖らせてみましょう。で、この時も花びらの重なりを意識して描いていきます。もう一回外側に花びらをつけます。と重なりを意識して描いてあげるといいです。はい、最後に葉っぱをつけて完成です。さて、まず最初に花を描きましたので、次はつぼみの状態のバラを描いてみましょう。レベル別と言いましたが、どれも簡単に描けるやり方です。つぼみの難易度も花とそんなに変わりません。この花を描く工程の3番目まで同じになります。まず最初に丸を描いて、その中に三角形を描きます。そうしたら外側に重なりを意識して花びらを描きます。そうしましたら、この下の部分にちょっと縁がくびれたような形のカップみたいなね、感じの形を描きます。これでもうつぼみっぽくは見えるんですけれども、もうちょっと進んで描いてみましょう。バラの花のすぐ下には額が5枚生えています。このシュッと先の尖った5枚の額を描いてあげましょう。ちょっと立体感を意識して奥の方に描いてみても OK です。この額の下からさらに茎伸ばしてみましょう。バラにはトゲがありますので、ちょっと小さ
策、トゲをつけてみてもいいと思います。このトゲはバラの品種によって様子が様々でして、ほとんどトゲが生えていないバラもあれば、ものすごく鋭いはっきりとしたトゲが生えているバラもあります。この加減はお好みで大丈夫です。せっかく茎を伸ばしましたので、最後に葉をつけてみましょう。葉は左右から1枚、そして先端に1枚ついています。最後にちょっとチャレンジして斜めから見た角度のバラを描いてみたいと思います。まずはざっくりとしたイメージなんですが、楕円形のカップの形イメージしていただいて、ここが花の中心、一番奥まってる部分ですね。ここから中心線を引いて、茎とか葉っぱが生えてるっていうイメージです。この楕円形のカップの形が花の形ですね。ここからお花が生えていて、少し立体感を出して、こういう斜めから見たバラをイメージして描きます。なんだかちょっと難しそうに見えますが、基本的な描き進め方は一番最初に紹介した丸を描いて内側に三角形を描いてから、外側にどんどん花びらをつけていくという描き方と同じです。この中心の部分が一番最初の丸になります。で、内側に三角形すぼまった花びらを描いて、そこから外側につけていきます。この花びらの形を意識しながらどんどんつけていきましょう。で、だいたいこの外側に3回ぐらいですね、花びらが重ね終わりましたら、この花びらの側面を意識します。ぐるっと回り込むように花びらを描きましょう。ちょっと立体感、花びらの回り込みを意識して、カップの形に巻きつけるようにして花びらを描きます。多少ずれてしまっても構いません。そしてあとは2番目のつぼみで紹介したや茎、それから葉をつけていきます。少し複雑な形の場合は、鉛筆で下書きをしてからペン入れをするというやり方を取るといいでしょう。白黒のままでもいいんですが、できたら色をつけてあげるとバラらしい華やかさが出てきます。私は水彩絵の具で色を塗っています。これは別に水彩じゃなくても、色鉛筆とかカラーペンとかでもお好きな花材で色をつけてみてください。ということで、今回はバラのシンプルなイラストの描き方を3種類紹介しました。一見難しそうな花もシンプルな手順に落とし込めば誰でも簡単に描くことができます。皆さんにも描いていただけたら嬉しいです。今回の動画良かったなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バラの他にもお花のシンプルイラストありますので、よろしかったらそちらもご覧になってみてください。今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。